1月17日と12月22日に予定をしています。17日がですね、参議院議員の伊波先生に南西諸島のですね、自衛隊の基地建設をめぐるお話をしていただきます。それから12月の方はですね、元外務省におられた孫崎さんですね、外務省の話をしてもらうという予定でいますので、それでまあ今年年内は終わりと。で今日はですね、まあ、一番ホットなやつはですね、これは岩波新書ですけど、アメリカの大統領選っていう本ですね。これは私四五日で読んでしまいました。非常に読みやすくて、まあ、非常にタイムリーでですね、まあ、知らないこともいくつか書いてありましたのでお勧めしておきます。読みやすいです、すごく。それからもう一つはですね、同じく岩波新書なんですが、こっちはですねちょっと古いと思いますが、アジア太平洋戦争っていうものなんです。でこれをお書きになったのはですね、吉田豊さんですね。でこの吉田さんはついこの間一橋大学を、まあ、退職されたばかりですね、日本史の先生 で、まあ、私は、まあ、日本の近現代史は、まあ、一応知ってるんですけど、もう一度記憶も薄れてるのでもう一回読んでみたんですが、もう最初の数十ページ読んだだけで読んでよかったなというふうに思います。自分が知らなかったことたくさん書いてありましてですね、例えばですね、皆さん春ノートってことですかね、あれ日米開戦の直前にね、まあ、春ノートっていうのがあって、まあ、日本に突きつけられたわけですけど、まあ、よく右翼たちがですね、その春ノートの内容が非常に厳しかったので日米開戦に、まあ、突入せざるを得なかったとかなんとか言ってるわけなんです。ところがこれ読んでみるとですね、実は春ノートが突きつけられる前にもうすでに11月の初旬に行った御前会議で日本はですね日米開戦を決めていたと、まあ、そんなことが書いてあるんです。僕知らなかったんですけど、で、まあ、まあ、このさようにですね、非常にまあ精緻にですね歴史的事実をきちっと書いてですね議論してくださっていて、まあ、私もまだ全部読んでおりませんが非常にいい本でした。ですので おすすめします。それからまあ岩波ばっかりで恐縮なんですが、これ1ヶ月前の世界なんですけど、ここにですね先ほどご紹介した11月17日のですね伊波先生の、まあ、お話ししていただく内容の論文がですね出ています。これもちょっと前にご紹介したんですけど、改めてもう一度ご紹介しておきます。これですね、再び戦場の島とさせないためにっていうですね、この伊波さんの論文があってですね、これがまあ、この世界にはですね、ここに表題にあるように攻撃する自衛隊っていう特集になっていて5つぐらい論文があるんですけど、その中で私が見た限りではこの伊波さんの論文が最も重要ですね。最も重要で、その南西諸島にですね建設されているその自衛隊の基地の目的は一体何なのかと、そしてそれがですねアメリカの世界軍事戦略とどういうふうに関係しているのかっていうのがですね非常に克明に分かりやすく書かれていてですね、まあ、その必読の論文です。それで私はこれを見てですね伊波さんにですね、ご講演をお願いしたと、まあ、そういう次第ですね。ですのでこれ図書館にあると思いますので、ぜひご覧になってください。10月号ですね、世界の10月号です。で最後もう2冊になっちゃうんですけど、ちょっとマイク落としますが、これは前回お勧めしたんですけど、ルーズベルトとスターリンの本です。めでたく読み終わりましたけど、これも抜群に面白いです。この本ですね、それでまあこの前も言いましたけど、その日本のですね、まあ、現代の政治とかですね外交安全保障を理解するためにはですね、一つは朝鮮戦争、それからもう一つはですねヤルタ協定、この2つについてですねきちっと事実を知っていなければですね議論できないです。で私はですねそのヤルタ協定について知りたいと思ったのでこの本を買ったんですが、実はこれヤルタ以外にもですねそのルーズベルトとスターリンがですねどのようにそのドイツがですね戦争を始めて以降ですねどういうふうに、まあ、防悪をしながらですね戦争を終わらせて、そしてその後の戦後の世界の構築というものをですねどのようにしていたかしようとしていたかということをですね克明に書いてあるんです。で非常にいい本です。でしかもですねこれ学者じゃなくてどうもジャーナリストがお書きになってるみたいなので、ものすごく読みやすいんです。物語風に書かれているんですね。で読んでいても面白いです。
ですので、まあ、拾い物をしたなという印象を持っている本ですの でこれもですね、ぜひお勧めをしておきます。出版社は白水社ですね。ルーズベルトでなくてローズベルトって感じです。まあ、以上です。そしたら6時になりましたので、ちょっと私から1時間弱ぐらいでですね、今日はですね、裁判所日本の裁判のお話をちょっとしたいと思っています。それで多分今日で終わらないので、まあ、今日とあと3回ありますから、まあ、ゆっくりですね、日本の司法を何とかしなきゃいかんなというそういう趣旨で、ちょっとお話をしたいというふうに思います。それでもう皆さんご承知だと思いますけど、まあ、最近の一番ひどい判決の事例はですね、東京電力の刑事裁判、3人が無罪になりましたね。まあ、あれでもう日本の司法というのはまあダメなんだなというのがまあはっきり分かったと思うんですけど、実はまあそれどころじゃないんですね。それでちょっとマスコミ報道をですね、いわゆるまあ裁判所が出した判決のマスコミ報道をずっと拾っていってですね、ファイルに貯めてきてですね、それで最近これここに整理してですね、書いたんです。で、まあ、全員安倍友裁判官の最高裁以下、日本の裁判所に生息する腐ったヒラメ裁判官が下したヘドロ判決の陳述だということでですね、今日これ詳しく一つずつご説明はできないんですけど、ここにですね、いかにひどい判決が下されたのかというのをこうずっと並べておきました。これまあ一応説明なんですけど、この下にですね、ザザザザッとこうもうね、ゾッとするぐらいあります、ひどい判決が。もうどうしようもないというそういう感じなんです。それでまあここに書ききれなかったこともあります。書ききれなかったこともね。なので例えば、まあ、TPP とかですね、あれ違憲訴訟を起こしてたんですけど、最高裁門前払いに食らわせてるんですけどね。なんで TPP が違憲かというとですね、 ISDS 条項です。あの ISDS 条項っていうのはですね、日本の裁判権をですね、その国際司法なんとか調停裁判所みたいなところに投げてしまうわけですから、日本国憲法にはですね、その司法権というのは裁判所しか持ってないと書いてあるんですからね。なので違憲なんですけれども、門前払いを食らわしているとかね、まあ、ここに書ききれなかったこともあります。でとにかくひどいということなんです。それでこの、レジュメのですね、一番上のところの始めにというところをご覧いただければと思います。このところですね。で、総論で日本 その裁判所、司法がですね、どのようにひどいかっていうのを一応、まあ、6つぐらい箇条書きにしました。で、まず一番上ですね、社会的正義を何と心得てんだと、お前らっていう、そういうことですね。で、正義感ないのと、裁判官のくせにって、そういうことなんです。もうこれ別に多くお話しすることないと思います。それから2つ目、有権者の基本的人権守る気ないのねと。これは例えばですね、原発事故に伴う損害賠償裁判ね。で、一応国の責任認める判決も出たり、まあ、東電については全部責任認めてるんですが、問題は賠償金額ですよ。賠償金額で、東電の責任認めた、国の責任も認めた、賠償金として支払われるお金は1万円とかですね。ふざけてんのかと、お前、私だったらもう石でも投げてやろうかと思いますね、もし原告だったら。それで基本的人権守れますか。原発でですね、自分の生活もめちゃくちゃにされているのにですね、1万円しか払わないのかと、お前、賠償の訴訟を起こしてるのにと。っていう話で、この基本的人権守らない判決っていうのが山のようにあるんです。ひどい話ですけど。それからその下、憲法判断の回避、これももう言われてますよね。例えば統治行為のとかですね、在日米軍は違憲じゃないんですかと、憲法第9条違反でしょって、伊達さんが違反だって判決下したらですね、それひっくり返してですね、統治行為のなんかやってると。あるいは北海道の長沼内規で福島裁判長が地裁であれはダメだ違憲だってやったらですね、高裁でひっくり返してですね、ってなことで、まあ、別にその9条の問題だけじゃないんですけれど、この憲法の判断をですね、裁判所が下さずに逃げる、3番目ですね。それから4つ目はですね、これは刑事裁判ですね。刑事裁判で冤罪を見逃しちゃってると。冤罪を見逃しちゃってると。
最近だとですね、袴田さんかな、袴田さんのこととか大崎事件とかありましたね。それで私が一番引っかかってるのはですね、あの九州の福岡のですね、飯塚事件とかいうのがあるんですよ。お帰りになってネットで調べてみてください。もうあの死刑されてしまいましたよ。あれ、私多分冤罪だというふうに思いますけどね。まあ、例えばそんな話で、とにかくまあ冤罪の見逃しがひどいと。それから一応再審請求というの制度があって、最近はあの滋賀県のですね、あの法なんとか病院で井戸源一さんがですね、その、まあ、有罪になってもう刑期が終わった女性のですね、名誉回復の再審請求をして、それ一応こう成功したっていうかですね、ひっくり返りましたね。例えばそんな話なんです。でそういうのをちょっと詳しく中を覗き込んでみると、もうその裁判がひどいわけですよ。事実認定のところとかが非常にひどくてですね、もうあの人災としての冤罪になっているというの話が4番目ですね。それから5番目は、このそもそも裁判官ってじゃあ頭の悪いアホなのかというとですね、そうじゃなくてですね、頭が良すぎてですね、自分の自己保身をですね最優先に持ってくるわけです。でこれはそのなんでそうなるかっていうのはですね、ちゃんと理由があるので、まあ、つまりそのいわゆるそのフェアなですね、裁判官としてのですね、機能が果たせていないというのがですね、5番目ですね。もしフェアな判決を下すとですね、飛ばされると。一番いい例はですね、福井の地裁ですか、原発の運転差し止めしましたよね、樋口さんだったかな、名古屋の家庭裁判所に左遷されてしまったんですよね。もう退官されましたけどね。ってな、ああいう感じなんです。そうすると裁判官はもう間もなく自分は退職するぞという、そこにならないときちっとしたフェアなですね、判決を出せないということになってくるので、これじゃですね、裁判が機能するわけがないわけですね。それが5番目です。そして最後、事実上公開されない裁判、そして資料の事前配布などが妨害されると。私この資料の事前配布ってしょっちゅうやってるんですけど、あの裁判よく行きますので、そうすると、あの、大抵ですね、裁判官の事務員がやってきてですね、妨害するんですよ。で、この前も大喧嘩になってですね、無理やりやりましたけど、てな話とかですね、それから秘密だっていうのはですね、なんで秘密かっていうとですね、法廷にですね、テレビカメラを入れさせないわけですよ。そうすると、法廷に入れる人数って一番多くても150人ぐらいが限度です。私から言わせると、法廷つまりその裁判の法廷というのはですね、全国民有権者が見れる状態でなければですね、そんなものは公開とは言えないわけですよ。たった150人だけしかですね、見聞きすることができないような、そんな法廷はですね、閉鎖された非公開法廷と言わざるを得ないと。つまり、日本の その法廷にテレビカメラが入らないということは、これはですね、重大なる憲法違反だというふうに思っていますので、これは大問題だということで書いてきました。まあ、一応総論で言うとですね、そんなようなことになるんですね。それでじゃあこのどうしようもないですね、日本の司法裁判所をどう変えるかということなんですけど、でそれをまあちょっと私がですね、総論的に書いたのがこれです。でこっちにも書いてきましたので、まあ、これ見てやりましょうか。で私はですね、あの一番のポイントはここじゃないかと思ってるんですけど、裁判官がですね、フェアな判事としてですね、機能しえないような仕組みになってると。だからその仕組みを変えてやるのが一番いいんじゃないかと思ってるんです。でその仕組みは一言で言うと何かというとですね、裁判官を組織の人間として、要するに最高裁を頂点とするピラミッドの組織の中にガチッとはめ込んでですね、その組織の中の権力の駒として動くようにですね、仕組まれてしまっているので、いくらその良心的な裁判官がいたとしてもですね、その組織の中ではですね、自由が利かない。もし適切な判決を下せば、東京電力の3人は有罪だと判決を下すとですね、自分は家庭裁判所に追いやられる可能性もあると。ものすごくそのリスクが高いとなるとですね、それはあのなかなかですね、体動かんですよね。だから一番重要なことはですね、
今の裁判官が抱えさせられているというか、まあ、はめ込まれているですね、組織的な権力性をですね、削ぎ落とせと、削ぎ落とすですよ、ね、それどうするんだということなんですけど、それは言い換えるとですね、裁判官が個人として機能できるような仕組みにしてやればいいということなんですよ。でこれもうちょっと分かりやすく言うとですね、今の裁判所の裁判官というのはですね、弁護士の試験を合格し、それから修習生として2年間ぐらい修行を積んだ後、その若い段階で裁判所が採用するわけです。そしてその後は一生裁判官です、退職するまで。つまり言ってみればですね、一種のですね、裁判所、裁判長という役所にですね、採用されているのと同じですよね。だから言ってみればその日本のですね、裁判所のキャリアとしてですね、キャリア役人、キャリア公務員としてですね、裁判官が機能するということなんです。だからその裁判官がきちっとフェアなですね、判決を下せるようにするためには、そのキャリアの仕組みを叩き潰せばいいということです。そういう仕組みはやめるということなんです。でこれはですね、ちょっと結論先走っちゃいますけど、放送一元化っていう話があってですね、で後でそれはちょっと見てもらいますけど、今のようなそのキャリア公務員、キャリアの役人としての裁判官ではない、まさに個人として、行政や立法の権力とは違う司法権力を担える、良心的な個人として、日本国憲法に書いてあるような形で機能できる裁判官としてのですね、そういう位置づけを仕組みとして作る、制度として作るというのが一番ポイントだというふうに思います。こういう話すると大体ね、例えば倫理観に訴えるとかですね、道徳をちょっとどうのこうのとかってね、それ説教する人いるんですけど、人間なんてそういうものじゃない、ちゃんとこういう仕組みをですね、変えないと変わらないと思います。だから、あと2と3と4というのはですね、これは何も裁判所のことだけではなくて、行政のこととか、さまざまなことに共通していると思います。一つは民主的なフィードバックの機能を制度化する。民主的なフィードバック機能って何かって言ったら、政治で言えば選挙ということなんですね。あるいは地方行政で言えばリコールです。裁判官をですね、リコールするという制度を作らないといけないというふうに思っていますので、リコールだけじゃないんですけど、これが2番目ですね。3番目は国民が参加する仕組みを作ると。でこれ今第一次司法民主化っていうのがあってですね、例えば検察審査会ってありますよね。あれまさに国民の、その司法検察への参加なんです。であれは2000年の第一次司法民主化の時に作られた仕組みです。例えばああいう形でですね、国民のですね、司法や検察で参加していく制度を作るというのがですね、ポイントとしての3つ目ということになります。それから4つ目は情報公開と文書管理ですね。でこれもなんか当たり前のように思うんですけど、裁判所ってひどいんですよ。これまずね、文書管理ですけど、過去の重要なですね、国のですね、あり方をですね、左右するような重要な裁判のその裁判資料は破棄されちゃってるんですよ。ない、信じがたいでしょ。ないんですよ。ない、ほとんど残ってない。例えば長沼内規のやつとか、ああいうの残ってるんですかね、ちょっとわからない、個別にわからないんですけど、文書管理がデタラメです。それから情報公開についてもひどくて、先ほど言ったように裁判所でやたらめったらですね、妨害するんですけど、市民にね。それだけじゃなくて、先ほど言った法廷がですね、たった100人そこらの人しか見ることができないから始まってですね、これ情報公開非常にひどいです。それから東電の刑事裁判の時、何が問題なのか、判決文をいつまで経っても公開しないんですよ。信じられます？ずっと判決が出て、長渕のクソ野郎がですね、無罪判決を出していこう、ずっと判決文そのものは公開されない。法廷で長渕がですね、その判決の用紙を読み上げただけです。誰も持ってない、その判決文なんて持ってない。ずっともう数ヶ月にわたって公開したんだって。だいぶ経ってから公開したんじゃないかと思いますけど、そう、例えばそんな話、ひどいわけですよ。で皆さんですね、裁判行かれるとき傍聴に行くとおっしゃるでしょ。
私帽子だと思ってないんですよ、監視だと。あれ帽子じゃないですよ、監視です。監視、何監視してるかって言ったら、裁判官とそれから被告になっている権力のある連中を監視してると。権力のない方は別に監視なんかしなくていいんです。権力を持っている被告と、あるいはまあ原告でもいいんですけど、まあ、例えばスラップ訴訟なんかやった場合は原告の方になるんですけどね、権力を持っているやつと裁判官、それを監視するということが大事だと思います。特に裁判官というのはですね、法廷の中の運営はですね、裁判官の権限になっている。後で憲法を見てくるんですけど、まあ、なってますから、ひどいことをやるわけですよ、たまには。でその一番ひどいやつの典型が東電の刑事裁判だったの、まさに。入っていくときにですね、ボディチェックがめちゃめちゃひどくて、スカートの中まで見られたとかいう話も私は耳に入ってるんですけど、まあ、とにかくですね、必要ないぐらいにですね、やたらめったらボディチェックとかやってですね、それで持ち込めない、ね、荷物全部置いとけ、外へ置いとけってですね、持ち込ませないんですよ。こういうことやってるわけです、恣意的にですね。不必要なそのなんていうんですかね、入廷法廷のその管理統制をやってるとかですね、てな話で、とにかくこの情報公開と文書管理といっても、これ裁判所に特有な形でひどいんですよ。だからこれは叩き直さなきゃいけないっていうことです。で最後は体制の拡充ですね。体制の拡充っていうのはいろいろあって、そもそも裁判官の数が少なすぎますから、だから裁判官一人抱えてるその何て言うんですか、事件がですね、数十件数百件となってるとですね、これもうとてもじゃないけどやってられないっていうことになりますよね。でそれ地裁レベルでそうだとすると、高裁に行くと地裁からパーッと集まってくるわけですから、さらにひどくなるでしょ。だから裁判官の数を基本的にもっと増やさなきゃいけないというふうに思います。これ裁判官の数が少ないから、後半1回やるとですね、その次はっていうと3ヶ月ぐらい先になって、でその次はちょっとまた3ヶ月になってですね、で一体いつになったら判決出るのと。青森のですね、六ヶ所村の再処理工場の裁判ですね、もう20年ぐらいやってるわけです。あれはまあその、原告側もですね、すぐに判決を求めていないってところはあるのかもしれませんけど、異常としか言いようがないですよね。だから別にその六ヶ所の再処理工場の裁判だけじゃありませんよ。それ以外の裁判も、私なんかが応援してる、脱被爆裁判、子ども脱被爆裁判なんかもですね、数年間かかってるわけです。で数年間もかかるとですね、子供が大人になっちゃって原告適格で亡くなるとかっていうことになったりするんですよね。だからその時間がかかるというのはですね、そもそも裁判官の数が少なすぎるというのがあるので、体制を拡充しないといけないと。だからまあ後でちょっと申し上げますけど、私は裁判所の作り気に入らないんですよ。何が気に入らないかというとですね、我々監視している市民に向かってですよ、裁判官の席って高いところにあるわけですよ。お前図が高いと、私から言わせるとね、図が高い、せめて同じ、ね、水平の同じ標高のところに座れと。私はできれば我々監視人、監視する市民よりももうちょっと下のところへ、ね、市民を見上げるようにして裁判しろというふうに私なんかは言いたいと思っていて、そのためにはですね、今の裁判所全部作り変える必要がある思っています。それから人数の少ない法廷なんかいらない、もっとでかい法廷にして、しかもテレビカメラがきちっと入って、取材もできるようにする、スライドショーとかですね、そういうその、今のですね、ネットツールなんかも使えるような形のですね、もっとソフィスティケートされたような設備も整える必要があるということで、相当のですね、予算の伴うようなですね、体制の充実も必要だろうということで、一応総論としてはですね、ぶち上げておきました。ですいません、ここからですね、ちょっと各論でじゃあどんな風にして、変えていけばいいんだろうということなんですけど、その前にですね、日本国憲法をちょっと見ていただきます。一番注目するところがですね、私が黒丸をつけてありますので、ちょっと見ていただければと思います。で左側のですね、この丸ついているのはですね、これは国会のですね、第4章国会の一番最後、第64条かな、第64条のところにですね、裁判に関する規定があります。ちょっと読んでみます。これ重要なんですけど、
国会はですね、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議員の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。弾劾に関する事項は法律でこれを定めてあります。それで、この裁判官の弾劾条項というのはですね、弾劾条項ですね、これ非常に重要です。で、これはですね、先ほど私が言った2に当たるんです。フィードバック機能ということです。それで、要するにですね、ろくでもない裁判官は国会が弾劾をして追及することができると、お前何やってんだって言ってですね、これ歌ってるわけです、憲法ですね。で、問題はですね、ここなんですけど、罷免の訴追を受けた裁判官ってあるんですよ。これがよくわかんないんですよ、僕は。憲法学者じゃないもんだから。これ誰か知ってる人いらっしゃいますかね。わかんないんですよ、これ。で、まあ、私はですね、後でまた言いますけど、必ずしも憲法のガチガチの憲法解釈にはとらわれることがなくていいと思っているので、私はですね、その下にある弾劾に関することは法律で決めるって書いてありますから、ここにですね、どういう裁判官をどういう組織がその弾劾いたしましょう、訴追するかということを決める組織を作ればいいというふうに思っているんですよ。で、少なくとも私がやらなきゃいけないなと思っているのは、一番最初見ていただいた、ああいう基本的人権をですね、守らないとか、憲法の判断から逃げるとか、あるいは違憲の判断を下すとかですね、そういう許せない、社会的に許せないような判決を下した裁判官をですね、これを訴追するという仕組みを作ると。で、これはですね、訴追すると言っても変に作ったらですね、これまた乱用される可能性がありますから、上手に作ってですね、やる、なんていうんですかね、違憲判決裁判官訴追委員会、これをですね、私は作って、機能させていけばいいんじゃないかなというふうに思っています。この第64条というのはですね、非常に重要で、国会は裁判官を追及する権限が与えられているということをですね、しっかり頭に入れておいた方がいいと思います。それが2ですね。それで次、今度右の方へ行ってください。右の方に今度司法についての規定がありますので、で、黒丸つけてるのがですね、私は大事かなと思っているということなんですね。それで76条は、いいですね。例えばこれ、先ほど言いましたように、すべて司法権は最高裁判所及び法律が定めるところに設置する下級裁判所に属するとありますから、 TPP 協定というのは明らかに海外の裁判所に日本の司法権を委ねるわけですから、違憲なんですよ。これを最高裁判所は門前払いをさせたということですから、私から言わせると、訴追委員会が直ちに機能して、その門前払いを食らわせた最高裁の裁判官を訴追すると、そしてそれを国会で弾劾にかけていく、こういう仕組みを作らないためだということなんですよ。お分かりいただけますよね。それで、私は76より77の方が重要だと思っています。それで、ちょっと読みますよ。最高裁判所は、訴訟に関する手続き、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について規則を定める権限を有すとあるんですよ。わかりますよね。つまりこの最高裁判所というですね、いうところ、要するに最高裁の裁判官ですよ。全部で何人いるのかな、十何人いますよね。こいつはその日本の司法に関するですね、オールマイティの権限を持っているということをここに書いてるんですかね。これ何とかしないといけないんですよ。なぜか、今の最高裁の裁判官は全員安倍殿ですよ。国民が愚かで8年間もやらせるから、総理大臣裁判官を決めるときはですね、内閣がですね、その裁判官を任命する。そしてそれを国民審査がペケとつけない限り、その人が裁判官になりますからね。だから安倍に8年もやらせたらですね、裁判官全部安倍の友達になっちゃってるわけですよ。で、ただ日本の場合は最高裁の判事は10年、任期10年なんで、一応そこで区切りなんですけど、アメリカの場合はあれ終身なんですよ。死ぬまで。ご存知ですよね。だからこの前トランプが任命した女の人ね、
あれ保守派なんですけど、 あいつがですね、アメリカの最高裁の判事になったもんだから保守派が6人になっちゃって、その6人の最高裁の保守派の判事を当てにしてトランプは次々と選挙結果にクレームつけてですね、裁判に持ち込んでいってるわけですよ。わかりますよね、マスコミで報道されてますからね。で、気に入らないと最高、その連邦の裁判所の最高裁判所へ、上告することができるみたいなんで、アメリカの場合はね。だからただごとじゃないわけです、アメリカの場合。それ終身で、しかも死ぬまで最高裁の判事なんでね。だ日本の場合は10年で一応切れますから、まだ少しはマシなんですけど、今暗黒、日本の司法はですね、安倍のおかげで暗黒時代になっちゃった。で、ここの憲法の規定をご覧いただいて分かるように、ものすごい大きな権力を持っているということになります。それで、その次、検察官は規則に従えと。で、最高裁判所は下級審についても規則を定めることができますよと書いてあってですね、まあ、完全にその最高裁が支配することができた。こういうことなんですね。それから、78話と飛ばしてですね、これ大したことないということで、79ですね。それで、最高裁判所はその長たる裁判官及び法律に定める因数その他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は内閣でこれを任命すると言われるでしょ。で、じゃあ長たる裁判官は何で外されてるのってことなんですけど、これはあの天皇条項のところにですね、天皇が任命するって書いてあるんですよ。で、天皇の任命というのは形式的な形で、内閣のその推薦指名に従って天皇が任命するって書いてあるので、まあ、それとの整合を取るためにこういう文書になってるだけですよ。だから事実上最高裁の長官も含めて内閣がですね、最高裁の判事を任命すると、こういうことなんですね。で、その次2番目、これが重要ですけど、最高裁判所の裁判官任命は任命後に初めて行われる衆議院総選挙の際に国民の審査に付すと。で、その後10年を経過した後初めて行われる衆議院選挙の際にさらに審査に付して、その後も同様ということで、再任できるということ。10年経ったらもう1回審査して、それでペケが過半数なければまたもう10年やってよろしいということなんですよ。ではまた私は後で言いますけど、これはまずい、まずい。10年で必ずやめてもらうようにしないといけない、必ずやめてもらう。だからこれ、あの憲法を改正しないといけないということを案に示しているということなんです。またこれも後で言わないかんですけど、で、まあ、もうちょっと見てますね。それから、審査に関する事項は法律で定めるってやって、で、これこの国民審査がなんでダメか、まあ後でまた言えばいいんですけど、罰をつけない限り全部丸なんです。これ皆さん知ってます？皆さんも意識高いからご存知だと思うんですけど、世の中の人知ってますかね。知らないと思うんですよ。だから自分は裁判官のことよく分からないからって言って白票で入れてる人がほとんどじゃないかと思います。で、白票で入れると丸なんですよ。だから罰が過半数を超えない限りはこの新国民審査で最高裁の判事は罰だ、就任できないって言ったことは一回もありません。つまり国民審査って形骸化しちゃってるんですよね。この仕組み変えないといけない。これも先ほど言ったフィードバック制度です。これきちっとやるようにしないといけない。それで、まあ、これは私の感想なんですけど、実はこの最高裁の判事までですね、国民が審査する仕組みってアメリカにもないですよね。ありませんよね。それでおそらくですね、この日本国憲法の原案を作ったのはアメリカの人ですよね、当時のね、この条項を入れることによってですね、その国民が最高裁の判事をチェックするんだから、だから相当大きな権限を最高裁に持たせて、そしてそれをですね、行政権力、つまりまあ今でいう総理官邸ですから、そことですね、要するにまあ対抗じゃなくて何て言うんですかね、憲政の形を取らせようとしたんじゃないかと、僕はそういうふうにこれ読んでてそう思いました。私から言わせると、今のあの手いたらくの裁判、最高裁以下の日本の裁判所から見ると、
この憲法で書かれている司法の権限はですね、あるいは権力は強すぎます。強すぎる。なので、これはですね変えないといかんなっていう思いました。これ読んでて、だからまあすぐには変えられないんですけど、憲法改正といった時の重要なテーマですね。私はまあ天皇条項さっさとなくしちまえと思ってるんですけども、その天皇条項に続いてですね、この最高裁のあるいは日本の司法裁判所のですね、この司法の条項についてもう一回見直す必要があるというふうに読んでて思いましたね。でもうちょっといきますよ、それから、最高裁判所の裁判官を法律で定める年齢に達した先に退官すると。これいいですね。これね、アメリカはこうじゃないからね。それから6番目は、最高裁判所の裁判官は全て定期に相当額の報酬を受けると。これいいでしょう、報酬の話なんでね。でその次です。でこれも重大でですね、下級裁判所の裁判官、下級裁判所の裁判官は最高裁判所の指名した者の名簿によって内閣でこれを任命すと。その裁判官は任期10年とし、選任されることができる。法律の定める年齢に達したときは退官と書いてあります。つまり下級裁判所の裁判官は最高裁が任命するとこうなってるわけですよ。いかんな、まずいと。これやるとですね、いわゆる三審制、下級、地方地裁、高裁、最高裁と3つの裁判をですね受ける権利がある。国民の権利が事実上最高裁の統制下に入る一審制になってしまうと思います、僕は。なのでこれ変えないといけないと。つまり、下級審、要するに地裁高裁レベルの裁判官の任命権は最高裁から取り上げると。これをですね憲法改正をもってやらないといかんなっていうふうに思いました、これ読んでて。でもこう憲法にこう書いてあるから、とりあえずはしょうがないですよ、これね。だからまあちょっと話が前後して恐縮ですが、我々が日本の司法改革を考えるときには、まず今の日本国憲法の範囲の中で変えられるところは変えていくということをまずやらなきゃいけなくて、そして国民の意識を、有権者の意識を高めた上でですね、日本国憲法の司法に関する条項の改正に向かっていくというふうにですね、2段で考えないといけないなというふうに思います。でこの下級審のですねこの規定は私はまずいというふうに思っているということです。それからですね、あと一番下ですね、第82条、裁判の対審及び判決は公開法廷でこれを行うと。極めて重要です、先ほど申し上げた情報公開。そして今日の裁判所はわずか100名余りのですね、限られた人数にしか公開されておらず、もう毎度のように憲法違反の秘密裁判を続けていると。これをもう強く申し上げないといけない。我々有権者は、裁判所はですね法廷にテレビカメラを入れろと、インターネットのそのカメラを含むテレビカメラを法廷に入れろと、これをもうずっと言い続けるしかない。入れないのならこの憲法82条違反だと、これを言っていかないといけないと思います。まあ今一応見ていただいたのがですね、日本国憲法の定めになっていますの で、まあ、先ほど申し上げたように、その日本国憲法ができた時にですね、その大日本帝国のね、あのどうしようもない体制をですね、なんとかですね変えようといろいろ知恵を出していた。知恵を出したのはですね、まあ、日本の方も知恵を出していた。例えば高野岩三郎さんとか、鈴木なんとかさんとかの憲法研究会みたいなところがですねやっていたのもあるんですけど、日本の政府、内閣なんとかな、秀原内閣 の、 あの下で憲法を作っていたどうしようもないおじさんたちね、話にならないと言って真っ赤さに叩き出されたわけですけど、あんな程度のことしか日本はできなかったわけで、その時にですね、その日本という国をですね二度と戦争させない、大日本帝国のようなひどいですね人権侵害の国にしない、
でどういう憲法をですね作ればいいかというので相当まあ悩んでて考えたんだろうと思うんですよ。でその時に私が先ほど申し上げたようにですね、その三権分立をですねきちっとやらせたいなと思われたんでしょう。なので相当司法裁判所にですね大きな権限を与えています。でこれがですね今となってはですねその裏目に出ちゃってて、どうしようもないなという感じなんですよ。それでこれもちょっとね将来のことを申し上げて恐縮なんですが、仮に私たちの代表ですねきちっとした政治ができる、市民と野党の共闘の政権が長期政権の形で安定的な多数を継続的に得ながらですね成立したとしましょうよ。その時に、ね、同様とか例えば日本維新とかああいったあるいは自民党のごろつきどもですけど、ああいった連中が何をやるかというとですね裁判を起こしてくる可能性があるわけですよ。裁判をそれ法律違反だ憲法違反だとかってやられて、例えばアメリカではほらオバマケアがやられてますよね。例えばあんな形でそうすると最高裁安倍殿ばっかりだったらひっくり返される可能性があるわけですよ。つまりその日本の司法が今はね、今は行政権力と司法権力がビターッと一緒になっちゃってですねどうしようもない暗黒政運を作ってるから目立たないんですけど、こっちの行政権力の方がまともになったらですね、この強い司法権力はこのまともになった行政権力をできるだけ押さえつけようという方向で判決を出してくる可能性があってですね、重大な問題になってくる可能性があります。潜在的にですね。だから日本が今のような夜明け前からですね本当の夜明けが来て、すがすがしい朝を迎えられると思ったその瞬間にですねこのクソでもないですね日本の司法裁判所が我々の巨大な妨害物として現れてくる可能性があるとこういうことなので、あんまり安易に考えない方がいいとこういうことです。私なんか見てますとね裁判所なんかで行くとね見てると裁判官を水戸黄門かね遠山の金さんと間違えてるような人がねチラチラといるの来てしょうがないわけですよ。申し上げておきますけど裁判に行ってあの席に座るというのは傍聴ではありませんから、あれは監視ですからね。あそこで見たことろくでもないことを見たらですねこれをできるだけ広めるというですねそういうですねスタンスで臨んでいただきたいなとこういうふうに思うんですね。ですいませんちょっと精神論と総論はそれぐらいにしてですねちょっと今度国論で、で次ここから具体的な改革プランって書いてるところからちょっと見てください。まあいろいろ私も考えてですねこれ全部できないと思いますけどね。でこの中にはその日本国憲法を変えないとできないようなものも入っていますので一応憲法の規定に引っかかるか引っかからないかはちょっと問わずにですね並べてみたということです。あとまあ20分ぐらいしかないので、まあ、全部話せないので次回は17日にまたやります。で上からいきますね。ポイントはですね、まあ、ポイントってさっき一つ挙げたんですけどもっと具体的なポイントはですね行政に安易に追従するこの平目裁判官ですね、これをですね叩き直さなきゃいけない。叩くってあの鞭で打つって意味じゃないですよ、ね、叩き直さなきゃいけない。でそのためにはこういう制度を変えるということの方が重要なので、いくら裁判官をですね裁判所の前で攻撃してですねこの野郎とかアホとか言って、ね、口で批判批判しても変わらないんですよ。変わらない。こういう仕組みの中仕組みを変えるっていうところをやらないと変わらないんです。だからポイントは、まあ、とにかくちゃんと司法として三権分立の司法として行政に憲政機能を持てるようなそういうですね判決を出せるような裁判官を作るというのが一番のポイントだということですね。でここにちょっと例と書いてあって、まず最高裁についてはですね現行の改善をいたしましょうと。その現行の改善というのはですね国民先ほど言った国民審査を実効性のあるものにしないといけないと。でどうやってやるかっていうのはちょっと下で出てきますので、ね、それから下級審についてはどうだとこういうことですが、まず裁判官の人事について簡単にはできないようにしましょうよと。これだけど憲法にちょっと引っかかるんですけどね、先ほど見てたようでしょ。だけども、ある程度はできるはずだと。例えば裁判官人事委員会みたいなのを作って
そして最終決定権は裁判最高裁が持っているかもしれませんが、そこでですね、そのこの人はどうだとかああだとかっていう一応検証検討してもらうようなそういう組織をなんか裁判の仕組みの中に作るとかですね、そういう委員会を作るとか、それから放送一元化っていうのがありますね。放送一元化っていうのはですね、弁護士と検察と司法というですね、いわゆる弁護士試験に受かったこの方々が3つの職業に分かれているわけですけど、それをですね別々に採用しないと、一括して採用しちゃうと、そして一定のルールに従って裁判官になってもらってまた辞めてもらうっていうんですよ。一定のルールに従って検察もやってもらってまた弁護士に戻ってもらう。要するにベースを弁護士にしておいて輪番で裁判官をやり輪番で検察官をやるって、こんなイメージだと思います。放送一元化っていうのはそういう仕組みにするとかですね。それから、まあ、先ほど言ったように2回はさせません、10年経ったらやめてくださいと、いくらでもいますということです、ね、そして弁護士試験で合格させる人ちょっと増やしましたよね。なんとか法科大学院とかを作ってちょっと増やしたんですが、私はもっと増やせた、もっと増やせる、人数を増やせば、弁護士試験に合格する人の人数をもっと増やせばですね、もっと増やせば別に特定の人に20年も30年も裁判官がやってもらうって結構ですから、ね、だから10年経ったら終わりだ、ね、また弁護士に帰ってくると。それで、まあ、これも脱線になりますけど、せっかく増えた弁護士を日本の行政はちゃんと使ってないですよ。使ってませんよ。私から言わせると特に地方行政はもっと弁護士さんを採用して正規に採用して、あるいは顧問として採用し、例えば消費者相談センターの窓口に置いてよと、あるいは生活保護の窓口にその弁護士さん数名置いてもらえないと。そうすると日本国中のろくでもない自治体がやっている生活保護申請者に対する追い払い政策、これできなくなると思いません？フェアな弁護士さんがそこで横で見ててくれれば、君やめなさいって言われるでしょう、きっとね。だから私はそういうふうにして、まず地方自治体で弁護士さんをたくさん採用して、それを民生のために我々の生活のために働いてもらうような仕事でやってもらうという、ね、でそういうふうにすればいい。だから弁護士増やすとですね、その仕事の口がなくなるから困るっていう人結構いらっしゃるかもしれませんが、そんなことはない。それは政府、政権、自治体、そういったものがですね、今のようなものじゃなくて、私たちのための行政であり自治体に変わればですね、弁護士に活躍していただける場はですね、山のようにあるんだから、どんどん弁護士さんになってもらえる。今いっぱいあるんですけどね。まず最高裁判事の任命ルールを公開せよ。これ一応今ルールがあるんですよ。これね、私も新聞記事見て知ったんですけど、裁判官だった人、それから弁護士だった人、それから法学の学者さん、それから特別な政治人用みたいな官僚から何人とかっていう、一応ですね、その最高裁の判事を決めていく時の任命ルールみたいなのが あるんです。でそれは慣習としてずっと守られてきました。でこれを潰したのがですね、安倍になってですね、潰したんですよ。で、日弁連から推薦したですね弁護士さんを最高裁の判事に任命しなかった、潰したの、ね、だからそれで元に戻しましょうと。これくらいは今までやってきたんですから、できるわけだから、きちっとこれ公開して、そして、出身枠とかですね、決めてですね、そしてちゃんと公聴会も開きましょうと。でその、任命、内閣が任命すると言ってる人、一体あなた今まで何してきたの、例えば判事だったらどういう判決下したの、全部明らかにしてもらって、あなた前加計学院で幹事やってたねと、あれ書いてないんですよ履歴に、国民審査する時の履歴に加計学院の幹事書いてないわけですよ、ふざけんなって言いたくなりますよねってな話ですよ。これぐらいのことは今でもできますからね。だから内閣が判事を任命するときにですね、その任命ルールをきちっと公開をし、そしてその任命のルールそのものがフェアに運営されるように皆さんの見ている前で決めてもらいましょうと。そしてそれを厳格化して、
安倍みたいなことをやらせないためにもう法制化してしまいましょう。できると思いません。で僕できると思うんですね。これがまず怖いですね。ダメかもしれないけど、ダメかっていうのはこういうルールを作ってもダメかもしれないけれども、まあ少しは良くなると思いますね。それから2番目、最高裁の判事の国民審査、これは衆議院の時にやるわけですけど、これの実効性をですね確保していくようにしないといけないで、丸かべきかいずれかを起用し白紙を向こうとすると、これぜひ、憲法の条文読むとね、白紙は罰じゃないから OK だって読めなくもないんですけれど、だけどこういうふうに決められなくもないと思います。解釈ね、憲法第9条集団的自衛権は合憲だとかいう、あんなめちゃくちゃな解釈を通ってるんですけど、こっちはいけるんじゃないかと私は思います。それで有効投票の最低限を決めておいて、まあ、低いところでいいと思いますが、その中で×か丸かで多い方で決めると、これをやるとですね私は相当目が覚めるんじゃないかというふうに思うんですよ。これね、でこれだけじゃダメで、まあ、先ほど言った推薦枠のルールをきちっと決めるとか、それから特にその最高裁の判事になる人どんな人なのかっていうのをですね、有権者国民に周知徹底すると、包み隠さず全部、これ非常に重要ですね。そして全国の国の機関のみならず自治体の選挙管理委員会も含めてですね、大広報運動をやってもらう、これは衆議院選挙と並ぶほどに重要なことであって、教科書にも書いてもらってですね、若い人たちにもですね、最高裁判事の国民審査というのは極めて重要な国民の権利の行使なので、絶対に危険をしてはいけませんし、どんな人が判事になるかというのもしっかり見ないといけませんと言ってですね、公教育でやっていくということもしないといけない。これをこれとこれやるだけでもかなり変わってくるかなという印象が僕は持ちます。でこういう例えば公聴会のようなところで、この人はですね東京電力のあの3人の被告を無罪にした人ですよとか言って市民が言えばいいわけですよ、ね、この前の裁判で冤罪の判決下してた人この人ですってやればいいんですよね。だからこれをやることによってですね、特に公聴会ね、こう書きましたでしょ、公聴会、こういうことをやることによってですね、かなり変わる雰囲気変わるんじゃないかなというふうに私は思いますね。それから3番目が放送一元化です。で放送一元化はちょっと喋りましたけど、最高裁の、非弁護士判事を除いて裁判官は実務経験10年以上の弁護士を資格要件とする、つまりキャリアの役人としてキャリア官僚としての裁判官は今後採用しない、これが放送一元化ですね。で放送一元化って何かっていうことなんですけど、でね、インターネットの定義があるんですよ。これ2000年の初め頃、平成12年でしょ、だから2000年の第一次司法民主化の時にですね、をちゃんと検討してんですね、司法制度改革審議会で放送一元化についてって検討してるんですよ。で私も知ってる弁護士さんに何か聞きましたけど、いや前からずっと議論あるよっておっしゃってました、おっしゃってました。でそれでただ放送一元化といってもですね、またいろんなやり方っていうかですね、こういうふうにやれとかいうのはまああるようです。ちょっと待ってください、放送一元化の言葉の意味ですね。こういうのがありました。これネットですけど、読みますよ。法律家の要請を一元的に行い、弁護士その他の法律家として相当期間経験を積んだ者から裁判官を選任する。つまり司法修習を終えた若い若造の人をですね、キャリア官僚として採用するのではなくて、一回弁護士になってもらって実務を経験し、世の中のですね様々なことに揉まれていただいた上で裁判官になってもらうような形を取るというふうに言ってるんですね。まああとした
お帰りになって読んでいただければというふうに思います。あと10分しかないから話せるところまで行ってやめますので、で、まあ、私が申し上げたいのはこの放送事件下では最高裁の、その判事の弁護士のところは別にして、基本的に裁判官は実務経験10年以上の弁護士を資格要件とする。だから地裁と高裁はの裁判官というのは、これは基本的には弁護士試験を受かった人だけで、しかもキャリア官僚ではない、弁護士を10年以上経験している人だということなんです。で、私がそれに加えて言いたいことは、10年経ったら終わりですよと。10年経って終わりということは、あなたがどのような適正な判決を下しても、それが理由となってあなたの人事に影響することはありませんよと、そういうことなんですよ。私がなんで10年でやめてくれって言ってるかというと、今だとキャリア官僚としての裁判官ですから、地裁で判決下すと樋口裁判官みたいに地裁に追いやられたりするから、そういう人事上の不利益をですね、報復としてやってくるようなですね、そういう裁判所のシステムではなくて、10年以上の経験のある裁判官になってもらって10年限りで終わりということにすればですね、裁判官が個人として機能していただけるのではないかと。で、基本的に私は多くのですね、弁護士試験を受けておられるですね、多くのその人たちっていうのはですね、良心的な人が多いのではないかと、全員とは言いませんが、だからその人をですね、妙な組織の中に放り込んで妙な判決を出させるのではなくて、そのもともと持っていたオリジナルなですね、バランスの取れたフェアなですね、判決を下せる機能をですね、こういう形でもって放送一元化という仕組みを作ることによって実現するのがいいのではないかと、こういうことです。すみません、あと1個ね、4番目、裁判員制度ってありますよね。この制度についてはね、来年私が存じ上げている弁護士さんに来ていただいてお話してもらうつもりでいますけれど、この裁判員制度を今刑事裁判でやってるんですよね。私から言わせるとやめちゃえ、刑事裁判なんてですね、素人というか、まあ要するにそういうことをやっていないような普通の人はですね、基本的にできないでしょ、こんな。そうじゃなくて、まず行政法の裁判に適用すると。行政法の裁判というのは被告がですね、国、自治体です。つまり今ある裁判員制度を壊すんじゃなくて、これを行政法裁判に転換する。で、実はこの裁判員制度を入れるときに、法務省が最も嫌った、最高裁判員最も嫌ったのがこれ、行政法の裁判に絶対ダメ、ね、絶対ダメなやつをやってやろうじゃないのということで、これ法律変えればできるはずだ。だから行政法裁判に変更する。で、しかも今はですね、地裁だけですよね、その裁判制度ね、最高裁まで入れると、これね、ものすごく大きな影響力を持つと思いますよ。この今のある裁判員制度を行政法に入れた上で、最高裁まで裁判員制度でやっていくということになるとね、これはですね、行政機関がピッと、ね、今までこんな感じだったのがピッとなると思います、はい、じゃあ今日これくらいにして終わりだ。続き次回ここで11月の17日の平野さんの時にまた全裸でやらせていただきたいと思います。で、ちょっと一番下のところにちょっとこんなの書いてきましたけど、ここにですね、最高裁の人事や組織の制度を変えなければ改革は終わらないと書いてありました。つまり、行政、つまりその国政選挙で勝つということよりも、さらにこの司法改革をきちっとした形で作っていくということはですね、かなりしんどい大仕事になるというふうに思いますので、私は本当に弁護士がリタイアしたですね、良識的な方がですね、リーダーとなってですね、やっていただけないかなと願っとるんですけど、私は事務局員やってもいいですかね。これ VTR に撮られてますので、これをご覧いただいている弁護士さんがもし
自分が退職したらやってもいいぞと思ったらぜひお願いしたいというふうに思っています。はい、それじゃあまた次回続きやりたいと思います。どうもありがとうございました。